皆さんこんにちは。ですね、ニューヨークのマンハッタンに続いて、私が住んでいるロサンゼルスに、戻ってきましたので、またちょっとロサンゼルス、今日はトランスですね。日系企業が多くて日本人もたくさん住んでいると言われるトランスで、電気自動車がかなり増えていると、テスラが売れているとは言うんですが、実際どんな割合で走ってるのかをちょっと撮影してみたいと思います。2台連続トレーラーが来ましたけど、ちょっと日本と違って鼻が出てるタイプになります。信号青になりましたんで、ここから車がガンガン来ますねと思ったら、ちょっとあれですね、間が空いてしまいました。ピックアップトラックが通り過ぎました。これ日産の大型 SUV ですね。カローラ、マツダの何でしょうね。アウディが来まして、アルティマ、これはあれですね、ヒュンダイの上のジェネシスが今行きました。結構テスラ街で見かけるんですけど、たまたま今は近くにいないですね。でも対向車線はハイブリッド、レクサスがハイブリッドのようです。あとプリウスがちらほら走ってます。だいぶ信号待ちで車がたまりましたんで、いろんな車がこちらに向かってくると思います。古いレクサスの SUV ですね。あとは昔のエクストレイルのような車が、サバーバン、レクサスの大型、テスラが今1台行きました。ホンダのですね、スポーツカー、ロードスターのような、シビック、ラブ4、古いロードスターにカムリ、シビック、やっぱ日本車が多いです。で、ダッチラムの古いピックアップトラック、日本で売ってたクルーガー、トヨタクルーガーですね。で、これがキア、韓国のキアです。シボレーのいわゆるバンと言われる、ストラって書いてあります。ヒュンダイサンタフェです。今のとこテスラ1台です。対向車線の方もテスラはいないですね。シビックにアウディの SUV で、ポルシェセダンです。今日は本当天気が良くて、大体ロサンゼルス天気がいいんですが、ここ最近雨が多くてですね、なかなか晴れが少なかったんです。今日は本当に快晴です。ベンツ、アウディ、リンカーンですね。リンカーンのセダン、
M の X3 でしょうか、 X5 か、5でした。まあ、ご覧いただいた通り、あまりテスラは割合的には走ってないのかなと。まあイタリアのフィアットですね。まあたまにああいう小さい車好きなアメリカ人の人もいて、日本の軽自動車ぐらいの大きさだと思うんですけど、乗ってる方がいらっしゃいます。次もまた信号で車が溜まってますが、ハイブリッドだとプリウスが多いです。やっぱりアメリカで最初にまあプリウスがバカ売れして、でホンダがインサイトで巻き返しをしようとしてるんですけど、まあ、なかなか、まあプリウスが先行しているような状態です。あ、インフィニティで、キャデラック、シボレー、ベンツ、フォード、プリウス、フォルクスワーゲン、ゴルフ、ロバーミニ、BM、レクサス、SUV に、アキュラ、キャデラックのセダンです。CRV じゃなくて、ごめんなさい。日本ではベゼルですね。こっちで名前がまた違うんですけど。そんなところで、ボルボの SUV が来まして、まあ電気自動車という割合でいうとまだまだ少ないのかなと、トランス以上になります。